カルロイマヌエーレ4世はサルデーニャ王国の第四代国王、ビットーリオ・アメデオ3世の息子。1751年、トリノでサルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ3世と王妃マリーアントニアの長子として生まれた。1775年、フランス王ルイ16世の妹クロティルデと結婚した。政略結婚であったが、夫婦仲は大変良好であった。 二人は子供を作ろうとしたができず、1782年には諦めた。1796年10月14日に、父である第三代国王、ビットーリオ・アメデオ三世が亡くなると王いを継いだが、サルデーニャはナポレオン・ボナパルトとのイタリア戦役で敗北し、5月15日にパリ条約を結ばされた。その上、軍隊は弱体で国は破産に近いと、 問題が山積みであった。そのため、カルロエ・マヌエーでは王いを、ウバラの王冠と称した。第一次大仏大同盟から脱落した弱体なサルデーニャであったが、その後も、フランスのスパイと地元のジャコバンによる国王暗殺未遂事件が続いた。弱体な軍隊しかないサルデーニャはフランスには立ち打ちできず、1798年12月6日に、 ジベール将軍にトリノまで占領された。カルロイマヌエル4世は、パルマ、ついでフィレンツェに落ち延びた。フィレンツェでは、強皇ピウス6世と面会したが、フランスの構成は続き、1799年2月にトスカーナ大公国が占領されそうになると、サルデーニャ島まで逃げた。一方、大陸では、第二次大仏大同盟が結成され、 ロシア軍がトリノを脱回したためカルロエマヌエーレ4世は帰還しようとした。しかし、1799年9月にリボルノ上陸した途端、ピエモンテがオーストリア軍に占領されていることを知るとフィレンツェへ向かった。しかし、フランスが反撃を開始し、カルロエマヌエーレ4世は1800年6月からアレッツォ、ホリーニョ、フラスカーティ、ローマと南へ逃げ、 11月には、ナポリに着いた。フランス軍がローマを占領しないことを知ると、ローマへ向かったが、2ヶ月後にはまたナポリに住み着いた。その後、カルロ・エマヌエール4世は、ローマやナポリで、コロンナ家のところに居候した。また、フラスカーティで、ヘンリー・ベネディクト・スチュアートを訪ねたりした。ヘンリーが1807年に亡くなると、ジャコバイト多い継承者になったが、 実際にイングランド及び、スコットランド王位を請求したことはなかった。1802年3月にクロティールデが死去すると、悲しさのあまり同年6月に退位し、ローマに居を移した。王位は、弟のビットオリオエマヌエーレ1世が継いだ。カルロエマヌエーレ4世は退位した後も、王の称号を帯び続けた。1819年に死去し、ジャコバイトにおける王位請求権は、 弟のビットオリオエマヌエール一世が継いだ。ありがとうございます。